次はね、三頭筋に移ります。ジョン三頭筋の第一目は、マロベンチから、入ってきます。まずウォーミングアップ60キロでやってみて、その感覚次第で次の本番セットの重量を決めたいと思います。で、上二頭筋はね、さっきの3種目でもうパンパンに張っていて、触るとちょっとね、熱くなってるんですけども、こういう体温の変化とかも、効いてるかどうかをね、目安にしたりしてます。力入れても収縮しない状態ですけど、でもこの張ってる状態、上二頭筋がパンパンになってる状態っていうのが、あの上腕三頭筋をやる時のクッションの役割を果たしてくるので、なのでこう肘の負担を減らすっていう意味でもね、僕はメリットがあるかなと思って、二頭筋三頭筋っていう順番でね、腕のトレーニングは行ってます。はい、ということでナロベンチやっていきますね。で、ナロベンチプレスをやるとき、僕はですね、手幅は肩幅か、それもちょっと内側に入れる状態でやります。で、下ろす位置は通常のベンチプレスよりもちょっと下、みぞおちの辺ですね、そこに向かって下ろして肘を曲げていきます。で、肩甲骨を寄せると胸に効いちゃうので、こういうブリッジとかはあまり意識せずに、そのまま角に肘を曲げて、で、ボトムで、肘のつまりですね、肘のつまりを感じたら、またちょっと持ち上げて、自分の作品を収縮。肩の真上に来るので、実際は少し、ね、斜めかもしれないんですけども、自分のイメージとしては、真上、垂直に真上に上げるイメージで、真上を持ち上げます。ということで、こんな感じですね。ここから、肩甲骨を寄せずに肘を曲げていく。で、肘が詰まったところで、持ち上げて、収縮。じゃあ次の本番セットは100キロでやっています。100キロのナロベンチはちょっと最近やってないので、何回できるかちょっと分かんないんですけども、前やった時に、ね、90キロはそこそこできたので、今のこの60キロやった感じだったらできるかなみたいな感じでね、ちょっと挑戦しています。一応できましたね。はい、一番その時にはしっかりと効いてます。はあはあ、一応最近、重量の更新を目指してね、どの、部位もトレーニングしてて、なので、できそうなら、重たい重量にどんどんチャレンジしていくっていうことはね、一応狙ってるんですけども、はい、ということで、今日6回だったので、これが8回ぐらい、フォーム変えずにね、できるようになったら、次は105とかに上げるっていうことをね、ちょっと狙って、やってみたいと思います。ラスト1回ね、もう1回挑戦したらいけるかどうかって微妙なところだったんですけど、潰れると嫌だなと思って、今の回数でやりました。
それでもね、しっかりと上半身の筋は切れます。はい、じゃあ、ナロベンチャーはこれで終わりで、まあ、次は、ダンベルの種目に移りたいと思います。で次は、この垂直ベンチを使ってフレンチプレスをやっています。両手をで持ってね、こういう風に上げ下げする種目なんですけども、で重量は55キロに挑戦しています。前回はですね、一応50キロで8回できたので、まあ、今日はちょっと上げてみますね。で、うちのジムはですね、50キロ以上は5キロ刻みにダブルがなってるもんですから、まあ、50の次は55っていうことでね。はい、じゃあやってみます。よいしょ。別に汗かいてないからね、その汗がつかないようにってわけじゃなくて、この T シャツ後ろにスレード目がついてですね、さっきのナロベンチとかはすごい安定してねやりやすいんですけども、フレンチプレスの場合は少しこういう体の、上下の動きっていうんですかね、それが結構ポジションを作るのに大事になってくるんですから、まあ、その滑りやすさを、出すためにちょっとタオルを敷いてます。はい、もちろんね、汗がこう T シャツ目かいちゃってつく場合はタオルを、ね、敷いた方がいいと思うんですけど、はい、一応このフレンチプレスをやるときに僕が意識しているのはですね、ポジションですね、頭の後ろを常にキープして垂直に上げ下げを、そういうイメージでやってます。こっちに持ってくると、まあ、負荷が逃げるというかね、ちょっと、楽なポジションにダンベルが移ってしまいますので、そうならないように常に、肩よりもちょっと後ろに重心を持ってきて上げ下げするという感じで行ってます。この、ベンチを使ってダンベルの、ライングトライセプスエクステンションをやっていきます。で、普通に仰向けになってこういう風にやるとですね、僕肩の中でこうゴリゴリってこう、筋がなんかこう当たる感触があってですね、たまにそれが痛い時があったりして、まあ、ちょっとそれは避けたいものですから、少しお尻を高くするとその感触がねなくなるってことで、ベンチに足を乗っけてでくらいの姿勢になってやっていきます。のお尻の方を持ってですね、で頭をはみ出して仰向けになって、で足を持ち上げた状態でお尻を上げる、こんな感じですね。でまずトップで上三頭筋を収縮させてあげて、ここから少しこっち倒します。こうするとトップで肘を伸ばしきっても負荷が逃げないので、ここがトップポジションですね。ここから肘を曲げて頭の横にダンベルを持ってきて、少しだけ肘を下に下げます。こうすることによって、戻すときに長頭に刺激が入る。で、こんな感じですね。して。最後少しダンベルを回転させて、サーサーの筋を絞り切る。
ていうイメージです。肘がこうね、フリーに動くってことで、その反動を利用して最後振り上げながら上げてトップで収縮みたいなね、そういうチーティングを使っていました。はい、でこの種目はちょうどこのベンチの端に肩甲骨のね当たりが乗っかるってことで、この滑り止めはめちゃめちゃ便利でやりやすいです。で、ダンベルですね、最後僕少しこう手首をね90度回転させてるんですけども、まっすぐのまんまトップに持ってくると、上頭とあと内側頭にはしっかり刺激が入るんですけども、ここはねあんまり収縮を感じられないので、最後グッとね、手の甲を頭の方に向くように回転させると外側頭の方もしっかりと収縮を感じられますので、ってことで、立てて下ろして、横にするみたいな、こういうひねりを加えて三頭筋全部を収縮させるってことをね意識して行ってます。で1回三頭筋収縮させて少しこっちに倒してから下ろして、肘下げて上頭に刺激を入れながらひねる。という感じで今日は腕のトレーニングを取っていました。上二頭筋3種目、上腕三頭筋3種目の計6種目やったんですけども、で普段はですねこの間二頭と三頭の間にハンマーカールをねこう1種目挟んでるんですけども、今日はですねちょっとここのあたり左の肘のあたりに少し違和感というかね、さっきパーソナルトレーニングの最中プレートの付け外ししてる時に少し、負担を感じたものですから、それをこう悪化させないように、するために一応用心のためにですね、ハマーカールはちょっと除いて今日はトレーニングを行ってみました。二頭と三頭ねしっかりと張って、最初みたいに、ね、力入れてもあまりセパレートしない状態に、なってます。はい、で、今はですね減量一時中断して、プチ増量中ってことでね、しっかりとカロリーは取ってますので、それでエネルギーもね、体に回ってるものですから、重量もですね、こうトレーニングやるために更新できてる種目もあって、なので、できそうだなと思ったら、どんどん一応重量は、更新していくことを挑戦しています。
で、まあ、それでね、怪我してしまっては元も子もないものですから、一応フォームとテンポには気をつけながら行っています。まあ、フォームがずれるような無理なやり方はしないとかね、さっきもアナロベンチプレス、潰れるかどうか分からない最後の1回は挑戦しずに終わりましたけども、こんな感じでやっていて、あと、テンポもですね、ネガティブはコントロールしながら下ろして切り返す。バンドとか使わないようにしてですね、やったりとかっていう感じで、まあ、筋肉に刺激を与えるということをね、一番の目標として、まあ、重量の更新を狙って行ってます。で、種目によっては2セットで終わった種目もね、いくつかあったんですけども、2セット目でこう筋肉の疲労をですね、すごい感じて、まあ、次3セット目は全然力入らないだろうなって思う種目はですね、2セットで終わりました。一応、三頭筋もですね、やりすぎると、また来週行うですね、胸のトレーニングに結構影響が出ちゃうもんですから、まあ、追い込むんだけども追い込みすぎないってこともですね、ちょっと意識しながら、セットをね、組んでみたつもりです。はい、ということで腕のトレーニング動画でした。各種目でね、僕がお話しした、気をつけているポイントなんかはですね、ぜひ一つの参考にしていただければと思います。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。